はい、ファミスアップのナンセンス矢野です。マサキサムです。失礼します。はい、今日ははい、PUBG モバイル PUBG モバイルのアーケードモード、アーケードモード、ね、触ってます？俺あんま知らない。アーケードモードにクイックパッチっていうモードがありまして、これが短い時間28人で、すごい狭いマップでやりますっていうモード。まあ早速やってみますか。このルールが設けられることがあってですね、なんかなんとか縛りとかがあるんですね。あ、そう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 、今回右下に無制限って書いてあるね。ああ、無制限、これは何もなし、普段通りの、普段通りの武器が拾えますよっていう。そうそうそう、ただここが右下がハンドガンとかショットガンとかってなってると、そのハンドガンしか出ません、ショットガンしか出ません。今回は無制限なので普通にやれますと。もう狭いね、すごく。もう狭い、これしかも。どこ降りる？ここかな。どこ降りる？これあ、やばい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 、やばい、反対側に一人降りてるな。よし、ナイス。これ仕留めていいのかな。ナイス、オッケー。危ねえ、弾も全然ないけど、序盤結構アーケードは厳しいことが多いから、まあ一旦あれだよね、自分の装備を。あ、人いるいる、まあ、いるね。やべえ、これ基地、あかんあかんあかん、うわまずいです。うん、弾がね、頑張れサンバさん。マジマジ、あかん、え、これ死んだ死んだ。はい、いや今、まあ、これぐらいね、手軽にできるのがアーケードモードね。はい、ちょっともう一回いきますか。じゃあ2回目、2回目いこう、いきますか。そう、このどんどんやれるっていうのがまた楽しいんで、人もともすぐ戦えるし、うん、そうね、寝る前とかね、ちょっとドン勝して寝ようかな。そう、いいね。これやばい、人の行くわ、人めっちゃいるね。武器取ったもん勝ちだ。そう、そして撃ったもん勝ち。さて、2人やったよ。マジ？超ナイスじゃん。おい、矢野さんの、おい、オッケー、ナイスナイスナイス。多分一旦いなくなった気がするんだよな、2チームやったから。やるね、あなた。ちょっと練習してっから。ちょっと見ない、あれ。ちょっと練習してっから。とても頼れるじゃないの。うん、でそこを矢野さんに漁ってもらって。矢野さん、武器何か。これ武器は M416 と、はいはいはい、マイクロ UGI みたいな。ああ、なるほど。物資がめっちゃ近くに落ちたら取りたいね。この上の飛行機か。ああ遠いな。遠いし、多分物資行くと結構みんな来るから、こっち側から回ってこう。しかしこれ、うん、我々ヤバくないか。何が？安全自体が。あ、でもね、最初のうちは大丈夫。俺結構飲まれるまで、あの物資とか補給しちゃってる、アーケードは。なるほどね、うん、割と大丈夫で。それ登れんの？登れる登れる。この辺から気をつけつつ登りますか。これちょっと飲まれるのしょうがない、ちょっと多少。さて、ここから狙い撃ちしますか。OK、 なぜ？あそこか、撃たれたな。 OK、あなた、すごいキル取るじゃん。4キル4キルだね。あ、やばっ、やられた。しかもどっからやられたかも分からない。マジか、矢野さん死にそう。こっちまで来れる。あ、いけるかもしんない。ちょっとそこにいてくんね。うん、あ、でも縮まってきた。そこにだっ ち, ちょっと縮まるだと。見捨てたわ、ちょっともう入っちゃおう。矢野さんを見捨てた。いや、入った。あ、死んだ。あ、やっぱ上から撃たれたね。
いやでも3位まで行ったからね。うん、そんな感じで、うん、まず4キル4キル。はい、ということで、はい、今回ソロで、はい、クイックマッチやってるんですけど、はい、矢野はもう足島といいということですね。はい、右下ハンドガンと言われてます。ハンドガン縛りですか。今回はハンドガン縛りでやっていきたいと思いますよ。なかなか多分普段やってる人はハンドガンって使わないことが多いんだよね。はいはい、一旦ね、ハンドガン取ったもん勝ちだ。え、メットしかない。あ、ハンドガンにもレッドドットいるね。この狙いにくさね。よし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 、まず一人一人ね、喜びのジャンプをしてしまったけど、ここで調達調達して、これ何の武器がいいかマジで分かんない。ハンドガンは正直レッドドットのサイトはあった方が良さそうだね、うん、これ今ついてるやつ。そう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 、 こ、 れ、ね、こっちにつけておきますか。ちょっと弾数も多いし、これハンドガンだからそんな遠くにいても撃てないんだよね。うん、スナイパーとかじゃないからさ、お互いの位置を確認する確認だけ、ね、そうそうそう確認だけはしとくよっていう。でやっぱ範囲が結構狭まるスピードが速いんで。そうね、8分間だからね、うん、そうそうそう、8分間の戦いなんでね。これちょっと立てこもるか。ヘルメットとか弾とかね、補充したいね、うん、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいね、いいじゃん、いい。ちょっと攻めますか。お、10人切った。まあけどね、5人ぐらいになってからが勝負だね。あ、いるね、1人今上にいたよ。上にいた。そう、あの緑の建物のさ、あれか。ただあの距離から当てれんのかな、ハンドガンで。あ、いるね、1人。当てにくい。お、もうちょいじゃない。惜しい。ジレンマがあるね、このね。いいね、もどかしいね。上から虎視眈々と狙ってるよ、さっきの緑の。そうね、あいつね。あ、上のやつがやったね。やったね。 あと5人。あと5人。あれね、こっから絶対届かねえから、まあ、あいつ範囲に飲まれてくれれば一番いいね。そうだね、ないし誰かが下からね、そうね、とつるという。俺はあいつの姿を確認できてるから、とりあえずは攻めずに。ここ開けてんな。9人。いや全然わかんないな。そう、あー、やっぱ上だね、ずっと。あいつ以外は、あ、範囲入ってるね。ここが良さそうだ。さっきの屋上の人入ってないんじゃない？入ってないね。おー、当たった。当てた。一応打っといて。そりゃ引くわな。ね、あ、一人いた。走ってたね、今。あれか。あー、遠すぎる。当てたね。いいね。もう一人いた。そこの。そいつだ。これか。いや、遠いな。ハンドガンじゃ無理。おー、当てたね。当てた、当てた。しかし、身を隠す。もう一人走ってるね。みんなあっち側なんじゃない？だね。俺一方的に攻められるかもしれない。いや、結構あれだな。弾速が速いというか、ちゃんとなんか先を狙わなくても。おお、銃声が鳴っていく。近い近い。よし。でサンバさんもあれだよ。園内入らないと。そう、まあ、あっちから来てる人が多かったから。うん、あー、いるね。いるね。当たんねえか。あと4人。あと4人。もうめっちゃ近いよ。もう目の前にいるぐらいじゃない？あ、いるね。いない。あと2人。いたいたいた。先回りして。おっと、さあ、あと2人だ。
狭い狭い狭い、めちゃくちゃ狭いぞ。いないね。どこだろう。もうその先だね。おっと、主流あれか。あそこにいたけどもう一人が気になる。さあさあ戦争だ。いやマジか。待って、後ろかなあ。かー、悔しい。いや面白かった。アーケードねのクイックマッチあんまりまだやってる人はちょっと少ないみたいなんで、うん、ぜひね PUBG モバイルやってる人は一回やってみると面白さが。そうね、 PC 版とかにはね、うん、ない要素だから。アーケードモード、うん、ドンカツするように頑張ります。頑張ろう。頑張ろう、はい、はい、そんな感じで今日、はい、またね。じゃあねー。